上に置けるように改良しました。もう配信のために生きてるよね、本当私って。どうしたらいい。あ、みさおさんの、おはようございます。中島料理いたします。ツアーのチケット売れたらいいな。ツアーチケット発売。さあ、ポップガールズ各国の開始前です。今日はちなっちゃんがやるんだって、餃子パーティー。ずるくないって思って、歌詞も餃子作らないんですけど、ガパオパーティーをしたいと思います。あ、いつも仕事中で見てるってプニくん。あ、でもプリ君一回あの私にコメントしてくれてたよね。久しぶりって。いつもありがとうございます。エプロン着ないです。え、このパーカーを売りたいの、やっぱり。これあのこれカジーのパーカーなんですけど、ただいま販売中です。ゲットしてねっていう。ガッパをします。対抗する一気っていうか、なんか千夏が6時半から準備の放送するって言ったんで、それにつなげられるように頑張ります。皆さん、このパーカーもゲットしてね。今日青も着てみました。青は今日インスタ用に写真を撮って乗っけようと思ってて、そうゲットしたって。ありがとう。さあ作れるかな。めっちゃ不安。一応 iPad でね、頑張って。あれは知ってるんだけど、あ、そうそう、iPad でなんとかこう作れそうなのを探してね、いているので、あ、いや、めっちゃお腹空いたよ。私今日お昼食べてないんだけど、ガパオのためにね、食べなかったよね。あ、ガパオじゃなかった、ビビンバだった。間違えた。あのビビンバを作る。間違えたビビンバ、水色持ってるって。 ありがとう、嬉しい。あ、間違えた。あ、ビビンバを作りたいの私は。そう、とりあえずサラダから作っていい、ごめん。ビビンバ作りたいんだけど、それよりも最初にサラダ、じゃあご飯炊かないといけないんだ。ねえねえ、じゃあ帰ってきちゃうよ。どうしたらいい。ご飯ね、炊こう。やばい、ガパオ。あ、ビビンバ、なんかフライパンで勝手になんかできるらしいんだよね。勝手に、嘘だね。なんかいろいろできるみたいだから、頑張って作りましょうって感じです。よいしょ、よいしょ、はいはいはい。さあ急いで、いろいろ、ご飯炊かないと。もう一回手洗ってくるかな。
アイドルの米とぎやってな、あんまないか。いや、お米といてます、割と普通に。特に変わったこともしてないけど。あっ、声でかっ、ごめんなさい、自分の声の音量にびっくりしましたね、やっぱ。あう、あ、やばい、めっちゃごめんは、2号です。基本うちの家は2号炊いております。うんちゃん明日お弁当もなさそうなので、ちょっとあんまり炊きたてがいいじゃん。キッチン綺麗でしょ、何も置かないようにしてるんだよ。あと家事が掃除してる。掃除しないともう怖くて住めない。オッケー。え、マジでお腹すいた。やりすぎた。いいでしょう、クリア。さあ行ってみましょう。次サラダ、先にサラダを作ろうよっていう話をしよう。お腹空いて死にそう。カリスマ家の大好きなサラダを作りましょうっていう話をしましょう。今日のサラダはキャベツ。大根スライスでいいかな。てか大根も切っちゃおうかな。ね。最近聞いてほしい。あのさ、あれあれ、姉ちゃんどこやった姉ちゃん。あれ、あたし100均でさ、すっごい奇跡なものあった。すごくない？これさ100均なんだけどさ、なんかすごい洗いやすくて素敵じゃない？私さ、あの洗い物が家事で一番嫌いなんだけどさ、これすごいよ。こんなん、これはまな板と言うんでしょうか。ね、すごいなと思って。ちょ洗いたいですね。私さ、ガサツなのよ、めちゃめちゃ。うわぁ、だからちょっとごめん、あのバタンバタンうるさいかもしれないんだけど、許してください。お願いします。ちょっと切るもん切ろう、基本的に。キャベツどれぐらい食べるか、まあ、これぐらいあれば切るっしょっていう。結局でできるんかい。
ャベサラダ。もうこんなんですよ。本当に。これを毎日食べようぜみたいな、そういう日課です。そして大根ちゃんがですね、残り半分となってきてしまったので嬉しいんですけど。全部剥いちゃいたいと思います。そうなの、寂しい。ちょっといってきます。あ、最悪ですね、これが。大根を皮剥いて、あやちゃん的大根の食べ方があったりするので、ちょっと待ってて、皮が今日いいか。なんか大根をこうやってラップに包むぜよ。どうしよう。最悪、ネイチャーラップ買って、やばい。あ、あ、ない。終わった。ショック。え、ないよ。どうしたらいい。この家で初めてラップがなくなりました。ちょっと、あ、まあ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 いけるか。ちっちゃいラップが好きだよ私は。買い置きするべきだったね。でっかいのはあるんだけど、ちっちゃいの買っとけばよかった。今日買い物、あ、顔出しちゃった。顔出ちゃった、顔が出ちゃう。あ、一緒一緒一緒、いいぞいいぞ。うおー、はい、これはもう全部冷蔵庫に行きます。大根まみれですよ、この家は。私が毎日食べるからさ、むしゃむしゃ。あと人参を剥きたいですね、今日は。ピーマンもあるな。ピーマンも人参もあるな。どうしよう。なんかさっき踏んでる。あ、ここ輪ゴムだ。とりあえず今日は人参をちょっと使いたい。ああ、私こっちがカメラこっちだと思った。こっち使いたいんで。なんかパプリカ買おうと思ったんですけど、高くてやめました。なんであんな高いの、嫌なんだけどやめました。これがないか、これぐらい、わかんないけど、人参はビビンバに使う。ガパオじゃないんで、ビビンバ使いたい。ピーマンもビビンバに使いたい。いや、パプリカが高いからピーマンにしたんだけど、一緒？一緒かな？ね、違うの？
やっぱり違ったりする？違うのかな。皮むかなきゃ。ちょっと皮むいてくる。ピーマンとパプリカって味全然違うけどさ、友達的なとこない？無理かな。パプリカめっちゃ好きなんだよね。でも食べたかった。でもめっちゃ高かった。ほんと300円ぐらいするじゃん。300円はそうだけど、かと思って思ったの。ほぼ同じだよね。ビズリーチ。よっしゃ。これちょっと後で切るとして。いや待って、それはいいよ。とりあえずサラダ作るんでしょ私は。そうだよね。ああ、一枚逃げた。本当に一つのことしかできないから、気が結構散っちゃうんで、一個のことやってると次のこと考えちゃったらもうそっちに目が向いちゃうタイプなんですよ。結構大変です、自分をコントロールするのが。はい、したらそれぞれ大根茶吸っていきましょう。マジスライサーほんと気をつけた方がいいよ。うちマジで一回やってるからね。指これ指やるとギターしばらく弾けないから気をつけて自分。ああ怖いよ。ああ怖いよ。生きてる。大丈夫。よいしょ。うまっ、めっちゃ美味しいです。よし、次サラダ完成。ビビンバの方に行きましょう。皮ってもう剥くことなくない？いや、スライサーもすることなくない？いらんしょ。あった、じゃがいも入れようと思ったんだ。だんだん、そうじゃ、これから遠いな。ちょっと洗い物タイムにしますね。洗い物あるし、ショック。俺の知ってるビビンバと違うって。え、ビビンバってジャガイモって入れたらダメかな。じゃあめっちゃ余ってんのね、どうしたらいい。え、ビビンバにジャガイモ入れても美味しいかなと思ったんだけど、めっちゃ余ってる。あと3つもあんのにさ。え、ほんとにどうしたら。え、だけ入れていいかなと思ったんだけど、え、無理かな。てかうちなんか結構基本的に何でも入れちゃうんだよ。すごい余ってんの。やだ、カレー姉ちゃん好きじゃないから。私が
食べる分にいいんだけど、姉ちゃんがさ嫌がるからちょっとダメ。いやだからオートミールはラーメンに入れて失敗したんだよ。全然美味しくなくてびっくりした。やばいかな、危ない危ない。ジャガマンピーマンも入ってるイメージなくてだよね。でもなんかビビンバって何でも入れていいんじゃないの。ビビンバって何でも入れていい系じゃない。じゃがいもを皮むいてレンチンだって。そんなに拒まれる、やばいかな、そんなにやばい、そんなに入れない方がいいかな。絶対美味しいと思うんだけど。待って、味的にあんまりよろしくない感じがすると。分かった、じゃあじゃがいもはなしにしよう。さすがによかった、みんなに聞いといて。じゃがいもは別の料理を別で作ろう。じゃがいも何しようかな。じゃがいもの別におかず1個作ろう。じゃがいもの何かにしよう。じゃがいもとツナ、ツナがあるからじゃがいもとツナとマヨネーズみたいなの混ぜてさ、なんかフライパンでギャーって焼くやつみたいなのがあっていいんじゃない。それがいいわ、そうしよう。今日絶対使おうと思って。じゃあもうあんまりさ、お家にいて料理できることないからさ、結構今日使えるもの使わないと思う。ダメになっちゃいそうで。種少ない、どうした、元気、ピーマン元気かな。おい、種少ないよ、どうした、元気あるのか分かんない、種がないよ、全然種がないよ、どうしたんだよ。パッパッパッ、種どうした、全然ないじゃん、種がないよ。マスタードがあれば入れたいって。あー、美味しそう。マスタードないのよ。でも私今日ねスーパー行って、あれコチュジャンを買って、いつでもあのプデチゲができるように買いました。マジ種少なすぎて、なんかむしるとこもないと言っても、うん、ピーマン少なくない、全部使っていたらいいんだけど、なんか違う。いっか、いやなんかピーマンはピーマンでさ別で食べたい。いやじゃあ別で食べろよっていう話だよね。ピーマンめっちゃ好きなんですよ。あう、まあまあまあ、めっちゃった外に。ちょっとこれね、これだよね問題は。この細いやつにしなきゃいけないから、とりあえずどうしたらいい。うわどうしたらいいかな。あーでもどうしたらいいんだろう、むず。切り方が分かんない。切り方分
わかんないのでなんかこういうやつにしたいんだよね。こういうこういうのこういうの。あ、ちょっと違うな。こういうなんかさ細い。何これ、こういうこれな何銀っていうの、こういうなんかじゃ太いな。違うな。何このさ、これぐらい、これぐらいじゃないの。え、ね、どうしたらいい、これ何、何切りっていうの。わかんないな。もう切ってる、細くなるか。違うな。なんかザッ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 って聞いたいんだけど、こんなちょんちょん聞いてないよね。わかんないな。わかんないな。どうしよう。まあまあいいか。とりあえず。アミちゃん卒業おめでとう。直接言いたかったな。言い合ったけどね、昨日一応。パプリカの代わりになってるかな、ちゃんと。不安なんだが、大丈夫かな。これ一個一個切ってくの、え、ちょっとめんどくさいな。大体いいか、大体これぐらい。切っちゃう。え、美味しそう。あれ？ついてる。でかくなってる。合ってる？思ってたのと違うな。まあいいや。まあこんな感じでしょう。からじゃがいも切っちゃおっかな。もう後でなんかね、じゃがいものなんかじゃがいもめっちゃ焼こうみたいな。じゃがいも
や、いけるよね。切って大丈夫か。いや、大丈夫っしょ。なんでここ埋め、3つもあるんだよ、3つも。マネージャーさんから LINE が来た。あ、東京公演のチケットがショールームで買えるって。だってさあ、とりあえず使っちゃった方がいいから、とりあえず買うのか。え、これもいていいかな。もうあとで自分で待ってやろう。姉ちゃんにここでカードが向くと怒られるんだよね。だってこの子まで行くのめんどくさいんだもん。やばい、もう早く、もっと早く使っとけばよかった。このペースだと間に合わなくない？いや、間に合うか、大丈夫だ。意外と切るのが時間かかるぐらいだもんね。よいしょ。やばい、本当にいっぱいいるわ。大丈夫か、あとは。あ、ダメだ。ワッチ！大丈夫かね。いや、いけるっしょ。知らんけど。まあ、ここは切るとて、切るとて、これか。ワッチ。うん、ほじりすぎたかな。ワッチ。それ反応ついてたの？入ってる？あ、大丈夫大丈夫大丈夫。わーお、さよなら。どっか飛んできました。じゃがいもの目がどっか飛んできました。よっしゃー。オッケー。本当にもう使わないと思う。うん、大丈夫。
切りたいところ数箇所ほど切ります。大丈夫かな。大丈夫かな。うん、じゃあうん早くやろうじゃがいもとツナをあえたちょっとよくわかんないやつを作ります。私もよくわかってないけど、まあ美味しくなるっしょって思っています。多分だけどね、うちも何作ってるか分かんないもん。あなんかフライパンでなんかやればいけるっしょって思ってます。私こういうのがさ、姉ちゃんに怒られるから雑で、ちょっと まあじゃがいもの皮食べれるし大丈夫っしょ。多いかな。まあまあまあ明日も食べればいいか。めっちゃじゃがいも多くない？これやめとこうか。せいせいせい、なんだい？多くない？え、多くない？大丈夫かな？ツナあったっけっていう、いやマジ買った覚えがあるんだよね。切れるものは全部もう切ってしまえ。うわーこれやだ。いいよ。ほい。OK、包丁もいらないはず。また集まらぬものを切ってしまった。何言ってんの？なんかない？なんか。友達の家みたいに言っちゃった。こんなこれこれちょっとここに置いておこう。
でもこれで切るもんないはず。じゃあ一回やります。はい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 、ちょっと一回 iPad 見るね。レシピ一回レシピ見よう。ちゃんとまだ一回もレシピ見てないじゃん。大丈夫、あやちゃん。ビビンバ切った、酒、ちょっと待って、ちゃんとレシピ見ようね。背中あるか確認しようだって。あるかな、あった、大丈夫。そうね、合ってる。まず、酒大さじ1、大さじ1、豆板醤でしょ、お酒。ん？あった。今作ってんのビビンバだよね。で、焼肉のタレがね、あったと思うんだよね。ほら、キルクのタレめっちゃあるから使っちゃいたかったからさ。大さじ2。これさ、肉なん？ちょっと風呂。イエス。豆板醤。じゃもう大さじ使わないよね。大丈夫。で、豆板醤はいっぱいあんのよ。豆板醤すごいあるからね。あれ？なんかチューブのなかったっけね、じゃあどこやさ。お魚全部使ったみたいな。そんなことないもん。嘘。あれ全部使ったの。すごくない？また本当に言ってる？ないじゃん。すごい。なんか2本買っちゃって豆板醤を。やばいねって言ってめっちゃ頑張って使ってたんだけど。本当にないよね。うん、本当にないね。よし、2個目の豆板醤使えるじゃないか。よかった。入れ、分かんないね。焼肉のタレって余るよね。うちって何回も焼きおにぎりやってるもんそうですよ。でも焼きは、うちめっちゃ焼きおにぎりにハマってそう、豆板醤のストック、そうだから豆板醤2個買ってきてたの。私が豆板醤買って、何これ分かんないな。豆板醤買ってきて、姉ちゃんも豆板醤買ってきてみたいな。私蓋開けるのめっちゃ得意なんですよ。なんか開かない蓋ないんですよね。私開かないかったことないもん。蓋、豆板醤2分の1あって、あれ、多くない？まあいいし。ご飯じゃ入れちゃう方。あれ、もしかしてご飯炊けたんじゃない？早くない？これをお肉ですよね。欲しいのはお肉が欲しいんですよね、やっぱり。あ、待って、豆苗とか切ってなくない？ああ、またやってしまった。やっぱりな、なんか忘れてると思ってたんだよね。切ってなかった。これ何グラム？ 230g だから、私が欲しいのは250だもんね。え、足りないじゃん。
まあ衣装ほぼ一緒やん。大丈夫大丈夫、なんとかなれー。なんかさ、肉入れるのないんだけど、どうしたらいい？いいかな、なんか入れるものがどんどんなくなってきた。ご飯炊けんの早くない？料理あるある、めっちゃこれ使わない？大さじ小さじで何とかしようとしちゃうんだけど、よしよし、牛肉この子をしばらく放置したい。まあまあまあ一緒、とりあえずはい、肉放置。次、豆苗を忘れたな。フライパンに豆苗ももやし。豆苗。やばいね、やばくはないんだけど、早くやろう。でもそっか、これなんかじゃがいもとかやってる場合じゃなかったかもしれないね。まあまあ一緒、とりあえず、あ、やばい、場所がなくなってきた。ピーマン、とりあえずピーマンを冷蔵庫に、そして豆苗、豆苗を、やばい、本当に場所がない。豆苗、わあ、どうしよう。もやしは水で水洗えるから、豆苗はもう入れられるね。え、多いかな。いいか。
大丈夫しょ。はい、食べようぜ。早く豆乳切って。豆乳どうやって切ればいいんだろう。どんな感じ。3分の1か。水大さじ2。まあ適当でいい。これさ、水につけとけばまた生えるから。この子たち、なんかママが一時期生やしてた豆苗を育て、豆苗を育てるっていうのやってた。これ豆食べれないのかな。なんか美味しそうだよね。これこのままいけるっしょって思ってきた。ちょっと洗おう。マジで恋する5秒前だって。ずっと前にかなってのこと。ゲッ。わー、おいしそう。やばい、豆苗ちょっとやばい。面白い。で、これどうしたらいいの。これで、あねえ、ちょっと多くない。怖いんだけど。これぐらい、もうちょいで、ちょっと蒸すらしい。あ、もうちょい欲しいかな。蒸します。気がする。軽くね。はい、次ナムルちゃんを作らなきゃいけないから、これで。これどうしたらいいの。これを、これはどうしたらいいの。これはもう本当にいらない。ちょっと分かんないね。本当にいらない可能性。ちょっと頑張って今レシピ見てるから。からの豆苗を入れて、もやしも入れた、水も入れた、出して熱する、しんなりするまで3分でしょ。ボウルに入れる。あ、これがナムルになるの。これじゃないじゃん、間違えた。そっか、じゃあ早くこれが蒸するまで待たなきゃいけない。あ、違うわ。これは一回、あ、ごま油でやらなきゃいけないんだ。オッケーオッケーオッケー。あ、アンダースタンド。だから別のフライパンが必要だ。これだ。これで、これで一回いろいろやらなきゃいけない。よしよしよし。なるほど。アンダースタンド。じゃあこれもいらないね。おい。じゃあこれで、これだ。で、肉もやらなきゃいけないんで一回。オッケー。分かってきたぞ。あ、うち映ってない。ここは若干映んない。
頑張ってもらって、ムシムシにしてもらい、一回これを炒めなきゃ。なるほどね。まあでもそっか、そりゃそうだな。え、おいしそう。素敵。食べない。なりそうな気がしてた。よかった。えっ、うち本当に映ってないじゃん。最近は3月20日にやるアプガのツーマンライブのリハがいろいろそれが決まってきて、お家でもその練習ばっかりしてる気がします。いや、ちょっと大変だけど楽しみです。これぐらいかな。あ、やばい。ピーマンが逃げた。ピーマンが逃げた。あ、換気扇。本当だ。人参柔らかくなったかな。美味しそうだけど人参が不安。いや、まだよな、やっぱり。あ、美味しい。でもこれ待機ってことでいいの？待機してもらって次お肉ってことか。なるほど。ゆきちゃんの出番ですよ。よいしょ。これだね。次は。なるほどね。ちょっと待て、やばい。本当にまな板って嫌だよね。まな板大変だよね。よいしょ。生肉なんで、はい、次こっち行きましょう。
はもう大丈夫？あ、いいね、めっちゃいい感じじゃん。びっくりした。こうや、ちょっと火強くない？3月20日楽しみだな。いい感じです。とてもいい感じでございます。ちょうどいいね。あと30分ならちょうどいいくらいにできそうじゃん。じゃがいも間に合わないかもしれないけど、まあじゃがいも焼くだけでもいいか。で、この後どうしたらいいんですか？そうか、ナムル作ってないじゃん。ナムル、ナムル、ナムル作りたいけど、ナムル用のあれがない。洗っちゃわないと ナムルにならないの。ナムル用のボールがなくない。あー、やばい、パーカーを汚した私は。美味しそう、めっちゃいい匂いするじゃん。こんな感じかな。じゃあ洗い物しないと進めないことに気づいたので、洗い物しまーすちゃんとちゃんとさ、あれしちゃった、汚した洗い物しましょう。ああ、そうね、なんかボールが足りなくなっちゃった。あ、残念。やっぱいっぱいあるわけじゃないから、どれから洗っていこう。ちょっかいかけたいな。ダメダメダメ、絶対ダメ。ちょっと待って、ほんとにちょっと待って、洗い物の前にこのじゃがいもの残骸をちょっと一回処理するね。容量が悪いもんで申し訳ないんですけど、じゃがいもの残骸を一回集めます。あ、ここに置いとけ。じゃがいもの残骸をゴミ箱で。豆苗の袋に入れといた。よし、じゃがいものしましょう。人参のところに、確かに。でもこの子はナムルにしないっぽいんだよね。
このレシピによると。うまくいくかなーってか、姉ちゃん帰ってきちゃいそう。姉ちゃん帰ってきたら配信ができなくなっちゃうから配信しなきゃ。いけるかな、ビビンバ。これ何作ってるかってビビンバだからね。みんな忘れてない？こんばんは、井出丸さん、こんばんは。のんかじです。ナムル食べたい、美味しそう。ナムルはそんなに難しく、もう混ぜるだけだから、買い物をすればなんとでもなりそうだ。よいしょ。洗い物もさしないでさ、物が足りなくなっちゃった。あ、アンジー B がオフィシャルでライブ配信してる。インスタライブしてる。やばい、見たい。まあ見れないや、うちがライブ配信してるから。ちゃっちゃっちゃ。騒がしいでしょ、私の。おそまいくつさん劇場公開日発表。いつ？ちょっと教えて。今日だっけ？そっか。曜日感覚わかんないや。教えて、何日？超楽しみだね。78、わー、結構すぐだ。めっちゃ楽しみじゃん。みんな見に行こうね、オートマスター。またグッズとか出ないかな。では買うのに。31から前売り。了解、前売り買おう。価格ならね。あとだって粗末さん案件、実写の映画はあったけどね、それ以外であんまり最近なかったから。明日か、うち買いに行けるかな。グッズ定期的に出てるんだけど、私はさ、ああいうの限定グッズみたいなの好きなんだよね。なんていうの、劇場版のみたいな。楽しみだね。そまじさん面白いよ。下品だけど。姉ちゃんが LINE してる。でも料理作ってるから無視します。姉ちゃんは多分私が LINE に気づいてないから送ってきてくれたんだろうけど、姉ちゃんショールーム 見てくれればいいのに。あ、今いやショールームやってんだなとか。無理か、そんなわけないよな。よ
私これでナムルが作れると。ゴーの部屋に出てからなんか本当にあれめっちゃ私のことを知ってくださってる人が増えてきそうなの。実写見ないのだって。一応見るよって。見ると思ってか見るよ、もちろん見るけど、いつ見に行けるんだっていうところがねあるよね。ツアー中だから。あ、でもそっかね、3月20いくつとかだから。あ、でもツアー中だよ。いや、本当いけるっしょ。いけると思う。フォロワーさんめっちゃ地味にさ、ずっと増え続けててさ、そういう経験なかったからめっちゃ嬉しいんですけど、ありがとうございます。それ知ってくれてたらいいな。いや、うわー、美味しそうだ、すごく。え、これ置くとこないんだけど。やばい、本当に早くしないと姉ちゃん帰ってきちゃう。ナムルになるよ。え、おいしそう。豆苗ちゃんたちやるじゃん。ほい、ここにご飯を入れるんだって。もう終盤だね。スノーマンさんの主題歌。あー、おそ松さんの、ね、やつね。おそ松、あれ TikTok で流行ってるやつだよね今。すごいね、おそ松さんブーム来るんじゃない。楽しみ。やっぱ一回バーンって来たからさ、それをもう一回来てほしいなって思っちゃうね。中濃ソースケチャップ、あ、バターがない、なしでもいけるっしょ。何かな。あれ、これだよね。あ、また大さじ、ナムルだよね。あえるでしょ。待って、みりんですねこれ。お酒大さじ1。中濃ソース、この家何でもあるよね意外と。ウィーン、ケチャップ。ねえ、バターない時どうしたらいい。やばいかな、マーガリンとかもないよ。ケチャップは？え、バターないとやばいかな。大さじ2、今更気づいた。マヨネーズとか。やばい、バターって嫌いなのに。なしでもいけるっしょ、って美味しいと思うもん。ちょっと待って、ちょっと水がちょっと待って水来てないわ。ちょっと待って、めっちょっと味薄くなったんじゃないの。え、あ、めっちゃいい匂いする、これ美味しそう。素晴らしい、びっくりした今自分で。
大丈夫っしょ。はい、次。ごま油、あ、違う、あ、塩コショウ振ってないの、これ今から振ったの、遅いかごま油を引きます。で、ご飯でした。ちょっと広げたい。はい、はい、はい。いい感じ。はい、じゃあちょっと炊きたてのご飯を入れていきたいと思います。てってれ、まだやったけど音出せない状況がわからなくて、もうすぐビビンバが出来上がります。うわ、めっちゃ美味しそうなご飯、炊きたてですね。明日もビビンバだな、これ。ご飯は足せるし、したら、あ、ご飯、はい、じゃあ次、ご飯、のっけて3分、のっけて3分蒸し、蒸し焼き、え？ナムルはどうすんの？ナムルものっけるんだよね。どういうのっけ方がベストなの？あー、美味しそう。どうしよう。このフライパンはもう後で使うからね。あー、これなんかちょっと、で、これか。いや、ナムル先引こう。ナムル引いてからのだな。ナムル引くの、ナムル引きの上にパプリカの、パプリカじゃないけど、周りの方が良かったかな。あ、めっちゃ美味しそうじゃん。よかった。しなかったら焼肉のタレかけてもらおう。これ上から塩コショウ一回振った方が良さそうな気がする。これはビビンバパーティーだね。ビビンバパーティー、ビビンバパーティー。楽し
しい楽しい。でこれを彩りでのせましょう。あーいいよ、めっちゃいいよ、とっても素敵。よかった。あー間違えた、置くところ、あーすいませんでした。ちょっと一回これ乗せたらみんなに見せるね。いいでない？とてもいいと思うよ。まあ果たしてこれがビビンバなのかってところはねあるよ。え、これ卵落としたい。全部入れちゃおう。うわ破裂したんだけど。いやこんなチョコまか入れても嫌になっちゃった。いや。いいと思うよ私は。卵割っちゃおう。ちょっと待って、ちょっとじゃがいもは終始ここにいたね。はい、ということでビビンバービビンバーやばい、チラッと始まっちゃった。ビビンバでーす。ででーん、姉ちゃんとビビンバパーティーをしたいと思います。完成ということで、チラッと始まっちゃったよ。このビビンバをこういうわけだよね。おこげできるかな、ちゃんと。ちょっと焦げないようにしっかり見ておかないといけないですね。はい、ということで皆さんありがとうございました。出来上がったものは後々ちゃんと写真で皆さんにお届けしたいなと思ってるんですけど、もうね、じゃあ帰ってくるし、血熱も始まっちゃうから、私はこの辺で追いとましないといけないですね。めっちゃウケる、すごいんだけど。大丈夫これ、ちゃんとなるのかな。焦げてほしくないよね。まあでも、めっちゃ美味しそう、早く食べたいね。ありがとう、後でツイートしたいと思います。そしてこのじゃがいもの行方はどうなるのかはツイートですね。はい、ということで最後までご覧いただきありがとうございました。食べた感想も後ほどツイートしたいと思います。それでは大食生の以上です。ありがとう、またお会いしましょう。バイバーイ。千夏のところへレッツゴー。